OK、今回はエリア3の3の5をプレイしていくからね。ちょっと申し訳ない。こちらのエリアですね、一回プレイ済みです。実況動画で撮ってたんですけどね、ちょっと録画ミスによりですね、そちらの動画を投稿することはできませんでしたので、一回プレイ済みのステージではありますが、今回また3の5。そしてこの後のボス戦もね、この動画でやっていきたいと思いますので。行くぜー。よし、来た。これ水中のステージなんだよね。全部水中だったかな。水中は苦手って言ってるんだけどね。苦手なものばっか俺に与えてくる。でかいマンボウやめて勘弁して。で、今後、上画面のみ表示してね、進ましていきたいと思いますので、下画面の方は表示しませんのでね。そうだ、でかいサメがいるんだ、ここ。なんでこっち来るんだよ。ただね、これね、キューブここで、はね、1個目と3個目しか手に入れてないので、2個目をね、ちょっとゲットできてないので、その、2個目をこの動画で撮れたらいい。1個目ここあるんだ。これ見て。ここに扉があるからね。そこに、これね、角度的に見えないんだけど、これ真正面からじゃね、なかなか。もうこの下降りた時に、ほら、ここにあるでしょ。来た。まあ、ここはもう撮ってますのでね。何もないんですけど。だから撮らなくていいんだ。入らなくていいんだ。で、2個目だよな。2個目がどこにあるかっていうのは分かってないので、俺。その2個目をこの動画で見つけられたらなと思う。どこかありませんかね？どいてください。どけっつってんだ。どけお前。うっとうしいな。もう早く行かして。サメが危ない。上は何もなしか。でかいスターがあった。ちょ。危ねえよ、こいつ。気をつけて。殺す気満々じゃないですか。お、回復アイテムか。プリン、センキュー、ドケイ。これなんだ？ミラーカービィ。なんだミラーって。これだけ？強いのかな、これ。全然そんな感じはしないけどね。強い。ほんで、ここで、中ボス戦があるんだ。めっちゃ弱いけどね、これ。ミラーカービィで。あい。避けて。騒ぐな。はい。ひたすら攻撃。危ない。カモン。What？ No。ミラ。吸い込めない。ミラ。とりあえずお前死ね。飲み込んじゃった吐き出さないと。グダグダだな。終わった。すぐ倒せるからね。ちょっと今回ミスったけど。これだから動画で、録画ミスの方でね、動画の方撮れませんでしたけど、そっちの方だと一瞬で倒したからね、3秒くらいで決着ついたような気がする。回復しようか。プリン食っとこう。イエーイ。2つ目のキューブはどこにあるんだ？ちなみにボス戦に行くためのキューブの数はもう足りてるのでね、別に取らなくてもいいんだけど、取りたいよね。下いけるよな。イエス。バナナ。キューブ発見。2つ目ここあるじゃん。これどうすればいいの？ What？ これ手前に行かないとダメ。ここから行けるわ、ここから。でもこれブロック破壊できるか？なんか能力ないと破壊できねえんじゃねこれ。ねえ。ブロックは一体どうやって？2つ目見つけた。なんか爆弾系の能力ないとこれ破壊できない。ほら。こうやってなんか硬いやつだからね。とりあえず手前に行きましょう。はい。この下にブロックがあるんで、あそこさえ破壊できたらいいんだけど。破壊できないよな。ほら、できないね、これ。どっかなんかあったりしねえの。こっちもいけない。いや、ちょっと待って、これどうするんだいけない。取れねえじゃん。なんか踏まないとダメってことか、もう諦めましょう。どうやって取るかわからんわ。で、これ3つ目ここにあるんだ、キューブ。ただね、これあそこ、電源上にあるでしょ、アイテム。あれがね、落ちていくんだよ。あれを取り逃すと取れなくなるからね、急いでこう降りていって。どけい！邪魔するんじゃねえ。いか、何してる早いで。3つ目も取っとるけどね。焦って取りに行かなくてもいいんだけどね。ただ取りたいじゃん、どうせなら。どけさめ。ほら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 。ここで間に合わないと下に落ちていってね、これをはめることができないので、でここにキューブ3つ目があるというわけだ。はい、ゲットだぜー。持ってるけどね。はい、ゴール。ステージ自体は短いんだよね。うん。苦戦することなくいけたんですけど。よっしゃ、じゃあこれに続いてボス戦の方もプレイしていきますのでね。まあ、今後はこういうことをなしにしていきたいよ。録画ミス。イエス、1だ。ドゥッドゥドゥッドゥン。イエーイ、ステージクリアした挙句こんなにアイテムくれるなんてね。優しいやつだ。おお、今のかっこよかったね。劇場型カービィだ。同じステッカー2枚もくれんじゃねえよ。はい、じゃあボス戦行きましょう。エリア3の6だね。今まで3の5が確かボスだったはずだよね。そうだ。このエリアプレイしたことない。これが初見になりますのでね。おお、いきなり回復アイテム？ Thank you。何にしようかな。もうこれすぐボス戦来るはずだ。あ、ファイターカービィ。イエースイエースイエース。あ、もう強いわ、強いわ。ゴムゴムのガトリングじゃないですか。絶対強い。あっさりと倒してやろうぜ。お。あら。今までのボスにはなかった会話パートがあるのか。私、ハルトマンワークスカンパニーの社長秘書を務めております、スージー。ウェーああ、これスージーが操作するんだね。ほら、とりあえずひたすら殴ります。あ、これでも弱いぞ。簡単にいけるか。ああ、ダメだな。一回一回攻撃当たってる。おお、セーフ。あ、でも軽い。あ、まずい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 。角を挟まれてる。のの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 、そんなのもあるんだね。ずるいね。まだ来る？まだ来るんかい。しつけ、もう終わりでいいだろう。よっしゃ、半分いた。おっと、ちょっとパターンを変えてきたね。回り出したぞ。これどうやって攻撃するんだ？おお、円形ステージになってるし。ちょ、どういうこと？痛い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 の、ファイターカビ、ファイターカビの、痛い、二重の意味で痛い。あ、今度落ちてくるんだ。ファイター。あの爆弾的なもの避けるのむずくない？地上に降りてきている時じゃないと攻撃できないからね。うわー、しまった。あ、今攻撃チャンスだったんだけどできなかったね。やばい。もうなんだそのパターン、ずるいよ。よし。イエースで、またこれパターン変えてくるぞ。何これ真ん中が空いてるんですけど、一体なんだこれは。突進してくるってことね。イエス。もうファイターカービィではなくなったのでね、これで頑張るしかないよ。もうこの影の部分にいればいいんじゃないの？穴開いてない部分にね。なんか、波的なものは来るけどね。あれさえ避ければいいんだよ。イエース、倒した。粉々になってんだろ。ああ、よかった、生きてたね。冷静だな。あんなことがあったのね。喜んでいいのか、これ。初めからその3体で戦えや。ダンスのその感じが変わってるね。このダンスしなかったの。ムーンウォークしなくなってるし。はい、このエリアも終わりだね。いや、ちょっとここのボスは難かったよ。今までボスはめっちゃ簡単だったんだけどね。ボス戦が一番簡単に生きてたんだけど、ちょっとそうじゃなかったね。はい、エリア4。なんだ、すげえ名前だった。ギガント何これ。新たなエリアね。うん。あと、2つ？このエリア合わせて3つかな。はい、エリア4、ギガントグラウンド。すげえ名前だな。絶対むずいでしょ、このエリア。まあ、難しそうなエリアですけどね、今後はこちらの方をプレイしていきたいと思いますので、次回の実況もまたお楽しみにね。じゃあ、ここまで見てくださったみんなありがとう。ググググバイ、また会おう。